それではまずスタメン群馬からご紹介をしていきます。ゴールキーパーは清水です。でディフェンスは藤井、そして川上、畑尾、平尾です。中盤は加藤、内田、岩上、そして田中。今日は高木が先発、大前と2トップと予想しています。ベンチのメンバーはご覧の通りとなっています。一方の山形の今日のスタメンご紹介します。ゴールキーパーはビクトル、ディフェンスは半田、山崎、そして野田、山田拓海、そしてダブルボランチ藤田と南、そして中原国分、そして2トップに林正道が4試合ぶりのスタメン、山田浩太と組む形です。まあ、あくまでも前節と比べるとですけども、その足の痛みのせいなのか、少し降りたところで、ゴールから遠いところでボール受けてますね、はい、さあここは地を入ったシュートへ、うん、ここも林が打ちました。内田から平尾、ワンタッチ縦、ここはカットをしました山形、そして林に入る、そしてさらに山田浩太が持っていくところ、左サイド極めだセカンド、いやー遅れてましたけどよく戻りましたね、これは先ほどのシーンですね。シンプルですけども前を向いた選手を簡単に使い、ファーサイドにターゲットを立たせている山形、ショートを選択、南から中原、クロスが入った、ヘッド決まった、先制藤田いぶき、山形が先制をしました。36分、少し目先を変えたショートで動かし、これギリギリのとこでしたけれども、まあ、キーパーは出れないですし、藤田自体もそれほど大きくないんですけども、フリーなところよく入ってきましたね。ブロックをされたボール、逆に山田拓海がしばらく運んで、前線には1枚林が残っている状況ですが、あーよく見てた、さあ山田浩太につながっていく、そして裏を通して林田、どうだ、シュート決まった、見事な裏へのパス、一発通して決めていきました。で人がいたのであそこもう少しここから、まあ、ボール奪ってからここからドリブルで持ち上がるわけですよね、はい、でここ岩上が行くんですけども、ボールサイド結構群馬の選手いるんですよ、はい、でやったらここもう少しボールサイドでしっかりと制限かけたかったですね、でここ右サイドでなく直結縦パスで選んだんですね。まあ、2点のビハインドになったわけですからもっとギア上げなきゃいけないわけですよ、はい、そこでのギアだと思いますけど、田中が抜けていく、田中、さあ田中シュート、キーパーよく止めました。ここはビクトルのビッグセーブ。さあ今度は山田浩太、3対4の局面から山形チャンスを迎えます。後ろから湧き出してくる山形の選手たち、そして右サイドに一度渡しておいて、ここからシュートいった、決まった、おっとわずかにそれていきました。藤田いぶき今日2ゴールかというシーン、横パスで藤田なんですけど、このまま出した後山田浩太入っていくんですよね、はい、で後ろから2人上がってきた、3対3、3、4人上がってきました。さあここから千代でグラウンダー通して落としてのシュート、よく止めましたキーパーの清水。縦に行きクロスで、ここで藤田なんですよ、この長い距離を走ってゴール前まで顔だ。さあ今度は左からさらに入れて加藤、ちょっとこう時間的に考えてもそろそろ圧を上げていきたい群馬、右サイド開いています、その久保田風にボールが入ってくる、逆サイド吉永翔平ヘッド落としてもう一回ヘディングシュート、前線で田中大前待っていましたが、いや両サイドバックでチャンスメイクでしたね、で大前も折り返したボール、ちょっと体勢が悪かったので力を伝えるのが難しかったですね、はい、群馬のサポーターの手拍子の音が大きくなっています。さあハイボールビクトル、しっかり対応できますか。先ほどは取れませんでしたが、どうか、ファー流れていく、ヘディング決まった、いいボールでしたね、まだあとワンプレーできるかどうか、跳ね返した藤田、ここでタイムアップの笛、
今日はこの藤田いぶきが攻守に躍動したというゲームでした。